はい、こんにちは、ブルーフォースです。本日もね、バイオハザード4やってまいりましょう。前回は、ちょっと無事ねトロッコをなんとかクリアすることができて、で、まあ、塔も登ってね、いよいよここのなんかボスのね、ラモン・サラザールとかいうね、メラモっていうのかね、スペイン語でね、アイアムっていう意味ですね。私はなんとかみたいな、そんな感じの意味ですね。うん、それくらいしかわかんない、スペイン語は。うん、あとは、ウニベルシダ大学、ユニバーシティの意味っていうくらいしかわかんない。まあ、そんな感じでね。と、まあ、サクッとこのチャプターを終わらせてしまって、最終チャプターのね、5に進んでいきたいと思いますんで、また今日もね、お付き合いいただけたら嬉しいです。はい。ということでね、まあね、弾もね、打ち散らかしてるんですけどね、まあ、ちょっとまた改造をすることによって、弾を装填するというね、お金を浮かすという、お金じゃない、弾を浮かすというね、作戦に出たいと思います。はい、ちょっとコーヒー飲みます。よいしょ。ね、ようやくね、暖かくなってきたからね、コーヒーも、まあ、3月終わりくらいまではね、ずっとね、ホットコーヒーを飲んで、なんか急に冷えた時期あったじゃん、3月で。なんかびっくりしたよね。急に暖かくなって、ああ、もうこれ半袖でいけるわ、みたいな日々が来るかなと思ってたら、急にまた冷えて、アイスコーヒーからホットコーヒーに慌てて戻したっていうね、そんな感じがあったんですけど、ああいうのね、やっぱ季節の変わり目ってそういう浮き沈みが激しいからね、常に寒いとか常に暑いとかっていうのがないから、結構大変だったりするよね、肌調整っていうのがね。はい。まあそんなこんなで、そう、最近ってまあこれ3月末くらいに読んだ話なんですけど、久々にね、小説でリング読んだんですよ。リングって皆さん知ってます？貞子、そう、山村貞子さんが出てくるやつ。うん、あれ小説と原作で大きく違う点があるんですけど、皆さん知ってますかね？何だと思います？そう、正解はですね、貞子はね、原作では男なんですよ。知ってました？って思うじゃないですか。あんなリングゼロバースデーで美人な中村ゆきえさんが演じてたのに、実は中村ゆきえさん男だったのって、映画では女なんですよ。映画ではそこまでの設定が実はなくって、で、実は山村貞子って原作では男なんですよ。で、どういう意味かっていうと、今違う言い方するのかな、当時調べた僕だから、最初に読んだのが大学生くらいの頃なんで、かれこれも10年前くらいです。その時のウィキペディア見たら、小説の中にも書かれてたんですけど、抗がん性女性化症候群っていう名前があるんですよね、っていう病気があるんですよ。で、それ何かっていうと、抗がん性っていわゆる男のたまたまちゃんですよね。で、女性化ってことは女化してるってことなんですよ。女性化してるってことは男っていう捉え方なんですよね。で、抗がん性、要は男のたまたまちゃんがあるけど、見た目も、それから子宮はないけど、女性器はあるということで、生物学的に男っていう見られ方をするという、そういうものになるんですよね。うん、いや、不思議ですよね。そうだから貞子って、まあ、原作は確か親に殺されて、映画は確か親に殺されて、原作はかかりつけ医かなんか、まあ、医者に殺されたっていう設定だったはずなんですけど、その医者がなんかね、抗がん性女性化症候群に陥っている男性って、なんか得てしてすごい見た目がいわゆる美女になる傾向が高いらしいんですよ。で、ムラムラしちゃったそのお医者さんが、その抗がん性女性化症候群を知らずに、まあ、貞子をレイプしようとしたわけです。で、レイプしようとして、あれ、なんか袋があるってなって、で、気づいたら実は男だったっていう、その衝撃的事実に気づいて、で、はい、クッパー、こいつ自身何もしないんだよね。てか、ここから抜け出したとしたら、もうなんかもうこいつ何もできないもんね、抵抗することが。全部尽くしちゃった。OK。じゃあ続いてはマシンピストルでこいつをズタズタズタ。あ、ちょっと待って、これ逃げ。うわっ、避けるコマンドが出てきてくれなかった。残念。まあいいや。そういうこともあるよね。まあそんな話はどうでもいいとしてしまった。で、まあなんか1パート1デスはなんかもうなんかあるあるなんでいいかなと思います。はい。で、そんなことも言いつつ、そう、だから美人だっていうことにちょっともうなんか目がなくなってしまって、で、襲ってみたらたまたまちゃんがついてるということで、で、その衝撃的事実気づいて、で、しかもなんか
その小説内だけの設定だとは思うんですけど、なんかね、コマンド出ないんかい。そう、なんかその小説内だけの多分仕様だとは思うんですけど、そういうなんか病気を持っている男性はなんか超能力があるみたいな、そういう設定らしいんですわ。うん、で貞子自身も実際その超能力を持っていて、なんか人を苦しめたりすることができるんですけど、でもなんか映画内だったらその本当にそのホラー的、ホラー下手くそ全然当たらねえホラー要素としてやってたんですけど、残念ながら映画内では天然痘にはなんかかからせる病気、なんかかからせるなんかウイルス性のなんかビデオにそういう能力があるみたいな、そういう設定らしいんですよね。まあただその、まあ、病気にかからせるっていうこと自体もなんかもうすでに呪いだからすごいなと思うんですけどね。うん、そうだからビデオを見たら天然痘にかかって1週間後に死ぬと、まあでも1週間後きっかけにしっかりに殺せる天然痘のそのなんかウイルスだか菌だかわかんないけど持ってるっていうのもなんかすごいよねって思うけどね。うん、まあそんな感じなんですよね実際は。だから呪い殺されてるわけじゃないんですよ原作では。実は単に病気にかかっただけっていう、ただそれだけの、うん、まあ、実はリングはそういう原作の物語でしたっていう話ですね。皆さんどこまでご存知だったかなと思って、うん、なんか久々に読んでみて面白くてちょっと話してみたいなと思ったんで、そんな感じですね。うん、最近ね本読む時間がなかなか取れてないんでね、まあ、本を読むよりもなんかようやくチャンネルとか見る方が早かったりするし、あとはそっちの方がうまくまとまってて、でしかもなんか人に話すにもそこら辺でまとめたネタの方がね、で詳しく話そうと思ったらやっぱりちょっと一冊ねきちんと本を読んだ方がいいんですけど、まあ、なかなかね自分の知識としてそこまで蓄えようっていう時間が取ることができて、まあ、時間が取れないって言い訳なんだけどね。じゃあこうやって YouTube やってる時間とかスマホダラダラ見れる時間があるんだったら本の一冊でも読みゃいいじゃんとかって突っ込まれたらそれでごもっともっていう感じなんですけどね。それは知識蓄えてさ、まだ30手前だからさ、今のうちに知識とか蓄えてさ40くらいからさ贅沢できるようにいろいろとねやっておくがいいかもしれないけど、まあこれもねこういう息抜きとかねやっとかないと。人生勉強だけが全てじゃないからさ、勉強や言うてね人を不幸にしてる人たちってたくさん僕見てきましたからね。うん、誰とは言わないけどこれ誰って言ったら多分僕社会的に報復される可能性が高いので、うん、ちょっと 誰がそんなこと言ってんねやっていうことはちょっとね今回公言を避けさせていただけたらと思うんですけど誰やそれ教えんかいって突っ込んでるやつ、ダメ言えないな。うん、いや勉強大事なんですよ。勉強大事なんですけど、それ、勉強ってその知的欲求で、そのいわゆる三大欲求のさ、その性欲、睡眠欲、食欲とは別で、その、なかったらなかったら別にいい欲なんですよ。で、必要に応じて、今これ勉強したいなとかって思うからやるっていう話であって、性欲とかさ、子孫残さにあかんっていうその生物学的に組み込まれたもん必須のやつじゃないですか。で、食欲は食わなきゃ死んじゃう、睡眠欲も寝なきゃ死んじゃうっていう話なんで、うん、だからおしゃれしたいとかっていうねやつは別におしゃれしなくても最悪布一枚かぶってれば寒ささえ抑えられるんで生きていくことなんかできるじゃないですかね。で別に勉強なんかしなくてもその自分よりも賢い人に生かしてもらったりとか、そのまあ平たく言ったらバカはバカなりの生き方さえできれば全然問題ないっていう話ですからね。うん、だからなんかその勉強って強要するもんじゃなくて、今これを自分が学びたいなとか今これが自分にとって必要なんだなって思うタイミングでやるからこそ意味のあるものなんですよね。だから勉強せとかって親がいると思うんですけど、その勉強せじゃなくて、じゃあどうやったら勉強に興味を持ってもらうことができるようになるのかっていう風に子供を持っていってあげなくちゃいけないし、うん、そこがねなんかねなんか自称教育ママさんとかそういうところが甘いよなって、もうちょっと脳科学と心理学のことをきちっと勉強してからそういう話を持ってった方がいいんじゃないとって、でそういう勉強せいって言ったら勉強するって思い込んでる時点でもうこの人無教養なんだなっていう話になりますからね。そこをやっぱり子供のことを思うのであれば
ぱり待たないと。それに人って強制されたらさ、なんかね、やりたくなくなるじゃん。例えばその勉強に限らずさ、あなたお皿洗ってよって言われたらさ、皿洗う気なくすし、逆にさ、これ作ってよってさ、なんかその要望じゃなくてさ、お前これ作れやみたいな感じで言われたらさ、はってめえるためになんでそんななんか手間のかかるもん作らなきゃいけないのよみたいなね、これ作ってもらえませんかってお願いするんですよ。作れよって強制しちゃダメなんですよ。もうそこがね、夫婦の仲を保つかどうかのね、その言い方一つでやっぱ人間のその情緒って変わってくるから、そこら辺がね、なんかいろんな人のこう相談とかを受けてて、なんか言い方一つって大事だなっていうのをすごく思ったよね、うん、そこがね、やっぱ人生をね、長くね、よく生きていくためのコツっていうところだってね、もうハンドガンはいらないかな、もう入れるスペースもないし、てかもうすごいあれだね、ショットガンのスペースが大きいよね、うん、またハンドガンだね、もういいや、はい、ではちょっとね、最後に改造をして、でちょっと美女とクルージングに行こうと思うんで、それが終わったらね、このチャプターは終了というところなんで、いやーいいな。でもエイダ姉さんとあれか、でもエイダ姉さんな、なんかな、いざとなったらな、だって船の上で二人きりじゃん、もうやることってなったら一つじゃんか、で一つなんだけど、その一つをやろうと思ったらなんかグイーンって言ってね、ちょっと荒い運転にされて振り落とされるかもしれないと思ったら、ちょっと手を出すにも出せないよね。まあエイダ姉さん以外だったらね、うん、あーでもあと反撃くらいそうでいくとクレアとかかな。レベッカはね、なんか運転はただ単に下手そう、うん、しかもそこで間違えちゃったってスプレーを目にシャーとかかけられてね、最悪火炎放射器かけられるかもしれないしね、ちょっと命の危険が高すぎるってなって、やっぱジルもな、誰がいいだろうな。やっぱアシュリーに運転してもらおうか。この先ね、なんかトラクターみたいなの運転してくれたりとかするからね。トラクターじゃねえや、あれなんだったの、ショベルカーか、うん、みたいなんでね、運転もしてくれたりもするんでね。はい、ということでね、Do you need like handsome? ハンサムって言ってくれるからね、たまらんよね、相変わらずの肩幅で。ハンドガンを構える、なんて待ってんのって思うよねどうする？Yeah. Okay. この時の顔がね、友達に超似てんだよね。はい、ということでね、無事にね、古城も抜けることができましたんで、本パートは終了とさせていただきます。ということで次回から孤島に臨んでいきますが、またご視聴いただけると嬉しいです。ということで、チャンネル登録ボタンとグッドボタンもぜひお願いいたします。お疲れ様でした。さよなら。